阪急7000系電車。阪急7000系電車。阪急7000系電車は、1980年、昭和55年から1988年、昭和63年まで製造された、阪急電鉄の通勤系電車である。本校では2018年3月19日に、営業運転を開始したのせ電鉄7200系電車についても掲載する。 6000系をベースに1980年から1988年までに210両が製造された。現在、阪急での同一系列の製造数が最も多い形式である。また、6000系、9200系を含むを組み込んだ編成や、6両編成の一部には8000系と連結して、通常は8両編成として運用されている編成が存在する。神戸線。 宝塚線と神戸高速線で運用されている。山陽電気鉄道本線には、阪急神戸線からの直通運転が取りやめられた1998年、平成10年まで乗り入れていた。車体は6000系とほぼ同一であるが、運転室の車掌側の仕切り扉が追加されている。1981年、昭和56年製造の7003回以降、 冷房機の補助送風機として、スイープファンが設置された。当初は、高性車体で製造されたが、1984年、昭和59年製造の7011回、及び7021回以降、アルミ合金車体を本格的に採用した。最大幅を 2750mm に抑えつつ、 外反幅を 30mm 広げた 2730mm として収容力の増加が図られている。同時に室内では冷房吹き出し口が連続化され、冷房室外機の配置も変更。屋根上車端部には通風機を設置した。車内は座席の袖仕切りがパイプからモケットを張った板となり、車両間連結部貫通扉のガラスが大型化されている。 増結車は従来サイズのガラスで製造された。従来車に関しては車両検査時に大型ガラスの扉へ変更されている。車両間連結部間通扉上には蛍光灯が設置された。2200系と同様、先頭車の運転室から第一脚用扉にかけての空間には側窓が設けられず H マークが設置された。昼間の車内消灯時においても 運転席直後の座席上の蛍光灯だけは常時、点灯とされた。1985年製造の7013回7022回から、他の半分程度の大きさの窓を設置し、H マークは小窓の上に移動している。既存車についても窓の増設改造がなされているが、全車両には波及していない。7011回は、全車とも客用扉の飾り帯が設置されていない。 京都線用の7300系7302階の7304階と7322階でも、登場時は7011階と同じドアが採用されて、いたが、検査時にすべて現在のタイプに更新されている。神戸線の7010階は、他編成では見られない客室で、室内の冷風吹き出口が、スイープンのみ6カ所タイプとなっており、 またドアチャイム試験者としても扱われているため、ドアチャイムの音が他の編成とは異なった音となっている。客室に関しては、同時期に登場した京都専用5300系の中間付随車5890と同じタイプである。制御装置は省エネを測り、回生ブレーキ付き回時直波制御、東芝製を採用する。電気市直波制御との比較検討の結果。 半球は、駅間が長く高速運転を行うことから、ブレーキ初速が速く、効果と保守性、価格などの面から電気し直波制御よりも高い、自直波制御が有利との結論となった。制御装置は 1C8M の二両ユニット方式で、自家並列切り替えにより、低速域まで改正ブレーキを可能とした。増結車では 1C4M で、永久直列の 1M 車が製造されている。 主電動機は、副艦電動機に変更され、出力も 150kW、定格回転数は 1620rpm に増強されている。ブレーキは回生ブレーキ併用の電気指令式ブレーキで、7011回以降は、電動車回生ブレーキで付随車のブレーキも負担する、遅れ込めブレーキが採用され、さらに省エネ率が向上している。台車は、 基本的に S 型民電の FS369A 電動車及び FS069A 付随車を装備する。ボルスターアンカー、車体と台車とつながっている逆三角形の部品の取り付け部分の形状は長方形、構成車と逆台形、アルミ車がある。この台車は5100系製造当時のものと8000系製造当時のものでは、 台車配称打つは取付部分の形状が大きく異なる。本系列はこの変遷の過渡期に製造されているため、台車形状が編成内でも異なるものがいくつかある。この中でも7023回の6連は得意で、他編成には見られない製造中期の変形台車を装備している。1981年。 昭和56年に製造された7005回の7105.7585ではボルスタレス台車 SS-102 を使用1985年昭和60年に製造の7012回で全車にボルスタレス台車を装着し長期実用試験として2008年まで使用されていた試験終了後は5200系廃車発生品の S 型民電会社に交換されている。車番は7000から7019の番号が振られた8両編成の0番台7020から7023.27の山陽電鉄線のリール用6両編成の20番台7030から7037の 1M1T の増結用2両編成の30番台と概ね区別されていたが、現在では 様々な編成外を経て0番台、10番台の2両編成、30番台の4両編成、20番台の8両編成が存在するなど、区別の意味は薄くなっている。当初は、構成車体で登場した。神戸線所属の7001回、7003回、7006回は、西洋電鉄線乗り入れのため6両編成で、 1984年以降にアルミ車体の付随車を組み込み8連化されている。1984年5月春行の7021回以降、アルミ車体を本格的に採用する。8両編成は6000系と同様に MCMTTTTMMC、MM、MC のように変更され、構成車も組み替えられた。7016回7017回は六両編成で、 登場したが、その後の増備は行われなかった。7024回は、製造時から 2M 二 T の4両編成。7025回7026回は、2M の増結用2両編成。登場当時の表示幕は、2200K、6300K、6000K と同様に急行については白地に、赤文字で、急行の表示、特急の反転色。これは、 表示幕導入前に使用されてきた急行の看板色に由来する。であったが、1982年、昭和57年製造の7006回からは黒字に、オレンジ文字、急行の表示に変更された7000回から7005回も、後に同様の表示幕に取り替えられた。ただ黒字に白文字の普通表示特別しにくいとの苦情を受け、急行表示は1992年、 平成4年に、現在の快速急行と同じオレンジ地に黒文字に変更された。また7016回、7023回、7031回、以降の編成から行き先表示幕には、ローマ字、列車種別表示幕には、英字が追加された。それ以前に登場した編成も後に、ローマ字、英字字字の表示幕と交換された。 1980年代後半より、スイープファン非搭載車両の一部に7013回以降と同じスイープファン付け天井へ改造工事が施行された。この工事は6000系の一部や2200系にも実施された。1995年、平成7年、阪神・淡路大震災が発生。7000系は特に被害を受けなかったが、7 0 3回が、この時、 宿川駅ホームで被災し、同駅移の高架橋が崩壊したことによって閉じ込められた。西宮車庫へ向かうことができず全線復旧までの間、宿川駅岡本駅、後に新海地駅間の折り返し運用についていた。また、7027階が三宮駅東方で被災し脱線したが、こちらは一旦脱輪状態からの復帰作業をした後、 復旧の進捗による運転再開を前にクレーンで撤去され、小弱へ陸送されている。伊丹線用の3000系、3100系、5200系が被災したため、増結の4両編成だった7024階が、3000系、3100系復旧までの間、伊丹線の新伊丹駅と塚口駅間を運行していた。この震災の後、付随車のみとなった二千二百系、 あとに6,050回に変更の中間電動車を7,016回から年出している。1998年、平成10年から7,036回を皮切りに、8,000系と同じく、屋根型がアイボリーに塗り分けられるようになり、2002年、平成14年までに全車に施行された。年に回のボルスタレス台車の実用試験を終了し、 5200系発生品の S 型民電台車に変更された。同時に冷房装置も交換された。各社に転落防止ホロが設置されたほか、連結器の交換、車椅子スペースの設置、床材の更新などが行われた車両もある。1998年から7001回を皮切りに、同社省弱工場と車両車体修繕更新事業者で、 更新工事が施行されている。2018年現在8両編成15本120両、6両、編成2本12両型形式と同じく内装が大幅にリニューアされている。施行時期の違いから編成によって工事の内容に差が見られる。なお、入場時点で乗務員室後部の小窓が設置されていなかった編成については合わせて小窓設置もなされている。 初期、1998から2000年に施行された7001回、7003回、7006回は、従来の車体更新に準じたメニューで、化粧版は、心臓時と同じく明るい色調を維持。車椅子スペースは、各編成に4箇所設置。1999年、平成11年の7003回からは、扉開閉予告チャイムが、2000年。 平成12年の7006回では車内に LED 案内装置も設置された。2002年、平成14年から2003年、平成15年に施行された7000回、7002回、7004回では大規模工事と称される工事内容に変わった。5000系リニューアル車と同様に客用扉が展望の工場のために窓の大きなものに扉、つまぶの化粧板が 日焼け対策で焦げ茶のものに床板が着席マナーの遵守を促すためのタイル状の模様が入ったのにそれぞれ交換バリアフリー対策で側扉に開閉横クランプの設置冷房室外機の交換鉄製ステンレス製日焼けの引上げ式フリーストップカーテン化など大規模な変更が加えられた車内の製造名板が製造年表記のない アルナ後期表記のみのものになった。空気圧縮機も、後期車と同等の HS-20 に乾燥された。2002年、平成14年は、7000回7002回が施行された。7002回からは、貫通扉と乗務員室扉の結晶板が焦げ茶に、床の模様が茶色のものに、扉のガラスが緑色の着色ガラスにそれぞれ交換されたほか、2棚も交換された。 2003年、平成15年の7004回では、標識等が白色のものに交換された以降のリニューアル車にも継承。2009年、平成21年に出場した7007回からは、リニューアル工事と称されるさらに大掛かりな工事内容となった。外観は7300系7320回と同様になり、前面、側面の種別幕。 方向幕はフルカラー LED に変更された。また、車内には9 0 0 0系、9, 系9 3 0 0系、9303回以降、7 3 0 0系、7320回と同様の2面の東芝製の液晶ディスプレイが各ドアに地取り配置で設けられているほか、座席間に仕切り板が増設されている。日よけも引き下げ式のフリーストップカーテンとなった。2010年。 平成22年に7008回が小弱工場で同様の改造を受け、同年7月30日に出場した。なお、同編成以降は空気圧縮機の交換は見送られている HB-2000 装備車については低層音化改造を実施。2011年平成23年に7009回がリニューアルを受けた。座席間への仕切り板の増設や、 ドアエンジンの交換、天井周りの変更などは7007回と同様で、あるが、側窓のパワーウィンドウカは見送られ、車内案内情報装置も一段式の LED タイプに戻った。ただし、車内の案内 LED の設置位置は、従来のドア横からドア真上になっている、8300K8315 回や、8000K040K 等の LED に準じたもの。前面は、 7007回7008回のような大幅な変更はなされず、ほろよりの手すりを無塗装タイプに取り替え、2016年9月に7009の金具は転落防止金具に交換された、全面車端部の端子が撤去された程度である。全面、側面の種別膜、方向膜はフルカラー LED に変更されず、膜式のままである。外観上は、 車ャの位置とガラスの色位以外は大規模工事志向者との差は少ない。2013年、平成25年に出場した7010回と7020回の前面は足掛け板が設置された以外変化がなく、種別膜、方向膜は膜式のままであるが、車番の位置が全面貫通扉下部、貫通扉の層下から左側転石の層下に変更された。 車内は7007回、7008回と同様となっている。ただし、側窓は7009回同様手動式のまま、車内照明が LED に2棚のデザインが変更されている。2016年1月に出場した7013回からは、アルミ車のみで構成された編成も対象となった。 外見が7322回7303回から7306回と同様のデザインとなり、制御装置も線形に準じた VVVF インバータとな、主電動機も全閉時例式永久磁石動機電動機 PMSM が採用されている、形式 C538A、出力 190kW4。案内装置は、 1000系及び7300系7303回以降に準じた32インチハーフサイズのフルハイビジョン対応の大型液晶ディスプレイとなっている。同年5月24日より運用に復帰している。後に7014回が同年の8月10日に7019回が同年の10月に7015回が2017年5月に宝塚潜在赤社では初の試行。 7022回が2017年10月に、7012回が2018年5月に7013回と、同様の改造を受けてそれぞれ運用に復帰している。なお、7014回は、入場時点では6連であったが、このリニューアルと同時に8連化された、工日。また、7012回は、入場時点では乗務員室、ドア横に、小窓が設置されていなかったが、 このリニューアルと同時に設置された。アルミ車に設置されていたベンチレーターは、リニューアル工事では撤去されている7014階に編入の7556、7586は2000年の車体更新試行時点では損置されていた。7012階から7015階、7019階、7022階は改造の際に全消灯が LED のものに更新されており、2009年以降に更新を受けた7007回から7010回、7020回の全消灯も2015年頃より順次 LED のものに更新された。また、リニューアル未試行者の一部も2018年より LED のものに更新されている。主な改造点は以下の通り、3月中は運行ダイヤが公表されていた。 以下は2018年7月現在、内輪阪急電鉄時代の車番。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。